はい、皆さん今 Amazon プライムセール開催中でございますけども、本日終了なんですけど、昨日の動画でもお伝えした通り、今 Kindle Unlimited、 これ電子書籍読み放題サービス、これ3ヶ月無料キャンペーン、体験キャンペーンやっております。これもう今日まででございます。7、8、9、もう夏休みも含めたらめちゃめちゃ楽しめるコンテンツをいっぱい読み放題でございます。漫画、自己啓発、ビジネス書、小説いっぱい読み放題ですから、もうぜひこれはもう今日まで、今日の23時59分までなので、これぜひね、概要欄の URL のキャンペーン貼っておきますので、ぜひチェックしてください。そして、オーディブルもなんと3ヶ月無料キャンペーン中でございまして、これが、なんと4740円。まあ約3ヶ月でかかるんですけど、それが0円で、利用できます。これは、電子書籍の本とかの読み放題サービスなので、ラジオ感覚で自己啓発とか小説なんかがいろいろ読めてしまうと。この僕は2つを使って年間120冊以上本を読んで人生をアップデートしていますので、ぜひ、本当にこの機会をお見逃しなく、キャンペーンの詳細については概要欄をチェックしてください。はい、ということで iPhone16 の発表、発売日、そして値段予測ということで、まとめてババーンとご紹介していきたいんですけども、昨日投稿した iPhone16 の値段については値上がりする。で、これはiPhone マニアさんの記事で 7% ぐらい上がるんじゃないかと言われています。で、こちらが値段になってまして、 iPhone15 と比較するとかなり悩ましい。まあ、値上がりはもう仕方ないのかなと。もうこの為替のレートで仕方ないのかなというところがありますので、まあ値上がりをもうちょっとこう、視野に入れて僕たちはまあ、そのね、iPhone 購入資金をどうにかしないといけないという状況になりますので、ぜひ iPhone16 の細かい値段の予測なんかについてはこちらの動画見ていただければと思います。で、こちらの動画にですね、コメントが来ておりまして、過去の価格比較ですが、最低ストレージの引き上げを考慮すると値上げかと言われると違う気がします。あのね、14から15とか13から14っていうのも、その価格の値上がりの値上げ率がぐっと上がった時期があったんですけど、それは64ギガモデルがなくなって128ギガスタートになったとかで、ストレージの引き上げで若干ね、その値段もぐんと釣り上がったっていうのを僕がもうほんとすっかり忘れておりまして、説明不足だったので、ここで、改めて皆さんにご紹介、てかお伝えできればと思います。価格がぐんと上がった時期については、ストレージ容量の選択肢が、そもそも底上げされたというところがありますので、ぜひそこら辺もまあ考慮して、ご覧いただければと思います。ということで、iPhone16 のまず発表と発売日予測でございますけれども、まあ、毎年恒例ではございますけど、9月の、まあ、初旬ぐらいに発表されて、まあ、後半にかけて発売していくみたいなものが過去のイベントの日程とか発売の日程を、考慮する。まあ、鑑みるとそうなっていると。で、一番まあ、有力というか、まあ、ここだろうなっていうポイントについては、ウェブでも、海外メディアでも、まあ、日本のブログサイトでもいろいろ書かれているんですけども、まあ、9月10日発表で9月13日予約開始で9月20日に発売、される可能性があると。まあ、これ日本時間に直すとちょっとずれ込んでくると思うんですけど、このあたりだと。じゃあ iPhone の、まあ、日本における過去の発表日及び発売日ってどうだったのかっていうところで皆さんにね、まるっとご紹介していきたいと思います。はい。ということで、加工モデル発表と発売日は、ということで、まとめてみました。iPhone3G の方が、これは日本未発売だったと思うんですけども、2008年の6月10日火曜日に発表されて、発売日が1ヶ月後の7月11日となっていました。で、iPhone3GS から日本発売となっていて、まあ、2009年の6月9日火曜日午前2時に発表されて、発売日が2週間後の26日の金曜日、約ね、となってます。で、iPhone4 も6月8日火曜日午前2時。で、発売が、まあ、その月の後半ですね、6月24日木曜日と。で、iPhone4S あたりから、6月がね、この iPhone の発売の定例が2年ぐらい続いて、3年続いたんですけども、iPhone4S から、ちょっと秋。
秋にこうずれ込んできたというか、まあこれはあのやっぱりウィンターセールというか、あの冬がやっぱり一番こう物が売れやすいという、まあクリスマスシーズンですね。これホリデーシーズンって言われるんですけど、まあ、そこでやっぱり iPhone をたくさん売りたいっていう、多分そういうマーケティングが入ってると思うんですけど、まあ秋ぐらいになった。で、4S が2011年の10月5日水曜日の午前2時で、10月14日の翌週の金曜、翌週の金曜日ということになっています。で、iPhone5 の方が9月13日の木曜日の午前2時で、2012年9月21日に、金曜日に発売ということになっていて、この時期からまあ秋に一旦 4S ではなったんですけども、5からは9月に発表、発売という形が定例というか、固定されているような形になりますね。で、5月11日の午前2時、9月20日の金曜日。なので、水曜日と金曜日ぐらいに、まあ、水曜日に発表されて、次の週の金曜日に予約みたいな形、発売するみたいな形ですよね。で、予約っていうのが、その週の金曜日っていうことがよく多くありました。で、iPhone 6S シリーズも9月10日木曜日午前2時で、その週の、まあ、金曜日あたりかな、に予約で、次の週か、に発売と。で、iPhone SE の初代だけはね、春になっております。で、7も9月8日、8も9月13日午前2時です。はい、でただ、この発売日に関しては iPhone X だけね、2017年の11月までずれ込んでしまったっていうのはありました。で、iPhone XS の方も9月13日木曜日午前2時と。で、発売日が、XS と XR だけちょっと、ずらされ、XR だけずれたという状況です、はい。で、iPhone 11の方も9月11日なので、9月の前半に発表されて後半に発売と。で、iPhone SE に関しては第2世代も春と。で、iPhone 12シリーズも、まあ、10月14日。これはちょっとね、発表日遅れたんですけど、これはなんか半導体不足とかいろんな問題があって、遅れるよっていう、リーク情報は出てました。で、発売日もそれだけ遅れて、12と12 Pro、6.1 インチモデルは10月23日。で、あの、5.4 インチと 6.7 インチモデル、あ、6.5 インチかなは2020年の11月13日。で、13シリーズは9月15日の水曜日の午前2時。なので、火曜日の深夜ということになりますね。水曜日の午前2時とか、木曜日の午前2時とかやったら、その前の、深夜帯ということになります。iPhone SE 第3世代は2022年3月ということで、春口と。あと、40シリーズが2022年の9月8日、木曜日午前2時。で、発売日が2022年の9月16日で、プラスだけ10月になった。で、iPhone 15シリーズが2023年9月13日水曜日午前2時なので、火曜日の深夜帯。で、2023年の9月22日金曜日に発売ということでございます。まあ、これを考えますと、まあ、9月10日あたりで発表イベントが行われて、先ほどご紹介させていただいた、まあ、9月13日、まあ、その週の金曜日ぐらいに、予約開始で9月20日頃に発売という形かなと。これ日本時間にするとまたちょっとわからないんですけども、そのあたりなんじゃないかという感じでございます。で、iPhone 16発売後のラインナップ、これ結構ね、皆さんから DM いただいたりね、相談あるんですけど、iPhone 16が発売されたら、今、オンラインストアに、Apple オンラインストアで発売されているモデルってなくなるものあるんですかって結構ご質問あるんですけども、今、ラインナップのとしてはね、こちら、iPhone 16 Pro Max とか Pro プラス、標準モデルが発売されたら、iPhone 15 の Pro モデルと Pro Max っていうのはなくなります。うん、と思います。で、iPhone 13もなくなります。iPhone 14 と15 の標準モデルとプラスだけは、残ると。で、iPhone SE もね、まあ、残るんじゃないかなと僕の方では思っていますけど、まあちょっと、古い機種になってきましたので、まあ、その辺が iOS のサポートの状況によっても、ちょっとまあ微妙なところかもしれませんけど、まあ、まあ、SE シリーズは残ってくるかなと思います。はい。ということで iPhone 16ね、僕最新リーク情報として、まあ、
定期的にこう発信していますけど、やっぱり発売日、発表日、予約日、いつになるんですかっていう質問とか、やっぱこう DM 多いので、まあ、改めて、今現状、7月中旬時点の現状を皆さんにご紹介させていただきました。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございます。はい、ではまた次回の動画で。